伊豆半島の魅力を欲張りに詰め込んだバスツアーが年明けに企画されています。ツアーを組んだのは観光地熱海の高校生です。右手に見えます岩が、馬に見えると言われており、馬ロックと言われる馬の形に見える岩になっております。年明けの本番を前に高校生たちが行ったバスツアーのリハーサルです。旅の企画からガイド役まで熱海高校の3年生が務めます。はい、じゃあ、お隣にいないとかってないですか？はい、ありがとうございます。じゃあ出発いたします。誠にありがとうございます。バスを貸し切り、ツアー当日の動きを確認しました。この企画のリーダー、森真博さんです。高校生とかもう少しは意識してほしいんですけど、何よりもこの伊豆半島というのに一番重きを置いて、回ってほしいなと思っています。ツアーは熱海駅を出発し、1泊2日で伊豆半島の観光名所を巡ります。パワースポットで知られる熱海市の木の宮神社をはじめ、船でジオサイトを巡る堂ヶ島クルーズ、日本一とも言われる西伊豆町の夕日、伊豆産の金目鯛の煮付けやイノシシ鍋も楽しめて、税込み17,500円です。熱海の経済を支える観光について学ぶ授業で、自分たちが住む伊豆の魅力を旅行客に伝えるプレゼン力を身につけます。集まったところでじゃあご案内します。じゃあ前の方は私についてしてください。6月から準備を始め、地元の旅行会社から指導を受けました。ツアーの目玉の一つ、木の宮神社でガイドの知識を学びました。皆さんの後ろですね、なんかありますね。葉っぱで作った、ハート型なんですけども、当社では、イノメ、イノシシの目、といって、魔除けの意味があるマークになるんですけども。もっと勉強しないとなって思いました。まだわからないことはたくさんあるし、なんかこれじゃまだツアーの説明ができないなって思いました。お願いします。ツアー客の募集も大事な仕事です。今お客さんの申し込み状況、11日から何日経ちました、11、12、13、14、15、5日間経ちました。5日間経って4人しか来ておりません。このままだと企画倒れ、企画倒れになったらどうなるの？企画倒れになる前にどういたしましょう。25人集めるという目標に対し、受付開始から5日間で4人しか申し込みがありませんでした。リーダーの森さんは早くも危機感を感じていました。そうですね、なんかその駅に単独を置いてもらうとか、あとなんか人が多そうなところにポスター貼るとか、そういうなんか人数確保の上での外の人にツアーのことを知ってもらうか、広報活動が課題だと思ってます。結構来てます。そこで生徒たちは観光客でにぎわう熱海駅周辺で自分たちが作ったチラシを配ることにしました。そうですね、ツアーなんですけど熱海高校で考えて、高校の人が案内してくれるの？はい、そうです。私たち熱海高校の生徒が案内します。反応は上々でした。昨日までに20人が集まり、目標の達成が見えてきました。ツアーの準備も順調です。途中でこれで私たちの1日目の案内は終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ごゆっくり食べてくださいとかさ、ごゆっくりお過ごしください、ね、そうそう、そういうふうにするといいと思うね。はい。
原稿をもう話をするんですけど、そこで終わっちゃうんですよね。終わりの言葉とか、特に前はもう間もなく到着しますよとか、これについてお話しますとか、ちゃんと言われるようになるともっとスムーズになるかなと思います。抜かされちゃうかもしれません。だいぶみんなやる気を出してきてくれてると思います。お客様がもう一回来たいと思えるようなツアーにしたいです。かなり険しくなるのでご注意ください。本番は来年1月14日です。ツアーの成功はもちろん、自分たちで作り上げたという自信が高校生たちの成長につながりそうです。